ビジネスの世界じゃ食うか食われるかが当たり前だ。なんだこれは、俺を誰だと思ってる。違う視点から同じターゲットを覗いたりするなんて日常茶飯事。あんなものが見たかったわけじゃないんだ。やはりお前か。お前だけは、お前だけは絶対に許さない。口出し？絶対現実になって帰らないぞ。